そもそもそのこれはまあ金融の番組じゃないんであんま詳しくじゃなくていいんですけど、うん、そもそも先物とは何なのか、先物の何が先物の問題点というのは 何だということですか。要するにお米だとかね、うん、穀物のね、例えばお米ですとか原油ですとか、うん、これみんな我々の生活必需品じゃないですか ね、はい、そういうものにね金をかけてね、うん、そのいや返事するんだなんていうね、うん、なんか論理はいつでも言いますけれど、うん、そんなことはどうでもいいんであって、本質的に世界のその60億超える人から見たらね、うん、とんでもないことに金をかけて、しかもその金でそれらのね原油価格やみんな上がるわけでしょ、うん、上がったり下がったり ね、その度にもみんな苦労するわけですよ。そうですよね、その先物で取引されてる原油の量っていうのは世界のその取引量、あの原油の取引量の数パーセントなんですよ、うん、でも結局そこで売り買いがもう何回も何回も行われるから、金額からすると何十倍あるいは100倍って形になって、それが結局価格形成の決定的な要因になっちゃうんですよね、うん、実態よりも多くなっちゃってるってことですね。結局先物ってあれですよね、そのものを売り買いしてるんではなくて、うん、ある将来のある時点でそれがいくらになるかっていうことで、あらかじめもうそれをまあ約束をしておくと、うん、その実際にその通りに上がれば儲かるし、うん、逆にいけば損するので、うん、結局実際のものを買う予約値段とはちょうど裏側の値段で先物を、まあ、注文を入れとけば、うん、まあ、その万が一その、うんうん、実態の方が損することになった時にこっち方で損失が、まあ、一部カバーできるっていうことでヘッジっていう話なわけでしょ。もともとは例えば、うん、まあ、例えばあるものを100円で売りたい、うん、今100円、うん、でももしかしたら明日になったら80円になってるかもしれない、うんうん、でもそのじゃあそうすると20円の分で変動を受けることになってリスクを、うんうん、ね、取らないといけないから、うん、明日100円で売るっていう権利を売り買いするんですよね。権利で、うん、でその権利をまた第三者に売ったりとか、うん、まあ、そういう方法で、まあ、リスクをもともとはヘッジしていくやり方だったのが、うん、まあ、金融その技術として派生していって、うん、デリバティブっていう大きいシステムができたっていっちゃうわけだよね、うん、でからそのまあ、先物っていうのは結局実際だから物を売り買いしてるんではなくて、うん、まあ、その物を売る権利を売り買いするっていう意味ではね、はい、まあ、サプライムが実際は証券化されてその売り買いされたのと結局はまあ根っこ同じになっちゃうと思うんだけど、はい、物自体ではなくて物と関係なく値段が決まっていくっていうね、うんうん、これはその今どうなんですか、広瀬さんも含めてなんだけど、その先物自体が悪であるっていう話は今もう出てる、まだそこまでとてもいかない、今更そんなことはもう言えない、とてもじゃないけど、先物やめるなんて、うん、言えないでしょとてもじゃないけど、ギリギリのためにある、そうすると、うん、というのはその私が腐敗と言って、うん、そして G20 を批判したいのは、うん、彼らヘッジファンドだなんて言ってますけれど、うん、そうじゃないと思うんですよ、うん、もっと大きな腐敗というのは、うん、ヘッジファンドのその主流マンドって、うん、全世界の金融界がそれに乗ってきたわけですよ、うんうん、でヘッジファンド規制したからね、何が変わりますかって私は聞きたいんですよ。でヘッジファンドがねこの原油価格をわーっと釣り上げるとね、みんなそれに乗っててめえも儲けてたわけじゃないですか、巨大金融機関がですよ、全部自分たちのことは、ね、脇に置いといてヘッジファンドが悪いんだって言ったってね、そんなことはない。私はそこにもう一つ言いたくはないけれど、全世界のエコノミストも含めたいんですよ、うんうん、彼らも無責任に全部それを煽ってたんですよ、うん、ですね、みんなそれをね支持するようなコメントばっかりですよ、うん、経済誌読んでても2008年のその年初に大体今年のその相場のエコノミストが予想するじゃないですか、うん、で2008年の予想を見ると、うん、ほとんどの人は今年は買いだって言ってるんですよ、うん、だからことごとく外してるんですよね。そうでしょう、もうだって2008年の時点だ